チャオ、あちゃんです。今日はね、神社、神道についてちょっとお話をしたいなと思うんだけどもね、もう興味ないわっていう人はもうブラウドバックしてください。でも、日本に生まれて、神を信じる、神道を重んじるってすごい大事なことやね。日本っていうのは神道国家であって、まあ、これどこから話していいのかな。まずなんで神様、神社神道が始まったのかっていう話をするとね、あっちゃんも知識が深いわけではないです。あっちゃんの知ってる限りの話やねんけども、もともとね、何時代なのかわからへん、もう奈良時代とかもっともっと前の時代かもわからへんけどね、日本にはね、よくね山とかこんもりした小さいおなんていうのかな、小山みたいなところにね鳥居さんが建てて、赤とか石の鳥居とか木の鳥居とかいろんな鳥居さんが建ってて、なんかところどころに神社があるでしょ。これは日本特有らしくてね、他の国にはないところやねんけども、その神社っていうのは何かっていうと、もともとねいろんなことがあって、人間病気になったり、人間、怪我したり生死をさまよったり、そういうことがあってね、何かにすがるために山に登って山の上でお願いする、目に見えない神にお願いする、ね、で神様っていうのはやっぱりその昔からあったみたいねんけども、その神様が何かに宿ってるっていうものを、作り上げる、要は昔からここに鎮座してる石、昔からここにある山、昔からここに立ってる大きな木、いろんなものに神が宿ったと仮定してそれに手を合わすことによって、その人の命が助かった、病気が治ったってなると、あそこに行って手を合わせたら治ったよっていう話が広まって、そこに来る人が増えてくる、増えてくると目印のために鳥居さんを建てると、まあ鳥居さんというか何かを建てる、それが鳥居さんやったんやと思うんだけど、で鳥居の中は神域、神様の域だよっていう話でね、そういう話から広がってきて、神社崇拝ができてきたんじゃないのかなとあっちゃんは思うんだよね。で、奈良時代にね疫病が流行った時に、みんなで神に手を合わそうということで、大仏ができたりね、まあ、そんな感じで何かこう拝む者に手を合わすことによって幸せになれるってよく言われてるんだけど、それが信じるか信じないかは本当に信じた人次第やねんけども、それの神社っていうのは言うてみたら、あっちゃんが、うちの屋上にでもいいし、うちの横の庭でもいいし、隣の裏の山でもいいし、まあ、木かなんかでカッカンカンって自分で、ね、その辺で切ってきた木で鳥居さんを建てました。でそこに石でも何でもいいです。ポコンと置きました。そこらに、その辺に、DIY で作ったような犬小屋みたいな祠を建てました。でそれに毎日、それにって言ったんだけどね、そこに毎日、あっちゃんはお水とかお米とかお酒とかね、お塩とかをお供えして手を合わすことによって幸せになれんねんね。それが神様やねん。で、なんでそんなこと言うのかって言ったら、ホームセンターに行ったら、こんなちっちゃいお家みたいなのが売ってるのよ。何か、神棚っていうやつね。その神棚っていうのを買ってきて、言うてみたらホームセンターで売ってるから、あんなものは、はっきり言って、外国で量産しているようなものやと、あっちゃんは思う。そんな宮大工がきっちり作ってるもんじゃないと思う。まあ、宮大工が作っても、その辺のおっさんが、作ったようなもんです。うん、別に神が宿ってるわけでもね、それを作れる職人が作ったようなもんです。で、それに、毎日手を合わす、もちろんお札入れるけどね、手を合わすことによって幸せになる。だからお商売してる人とか験担ぎする人はお家に神棚がある人が多いねんね。うちは今ちょっとみきちゃん亡くなってから神棚蓋したまんまやね。あっちゃんは手を合わせる気になれへんのよ。だから、合わしてないんやけど、だからって粗末にはしてない、きっちり神棚のところに置いて蓋させてもらってごめんなさいってあっちゃん一応声だけかけて、ミキちゃんを助けてくれへんかったから今は手を合わせる気になりませんって言って蓋させてもらったんだよね。ねんけども、でも神社には行くようになってきて、で神社にでもそうやねんけども、あっちゃんは神様に手を合わす、すっごいよこしまな気持ちで手を合わして、金持ち、お金がないからお金欲しいなっていう気持ちで手を合わすことによって収益が増えてきて今に至ってんねんけどもね、そんなバカ増えはしてないけども生活できるレベルまでは上がってきた。でこれは何かって言ったら、一番最初にお金も入れずに手を合わして、せめて子供3人、子供とあちゃんで3人家族が生活できるレベルぐらいまでは
の生活にはならせてくださいってあっちゃん最初に拝んだね。今はその状態です。本当に3人生活できるレベルまでは生活できる。残るかいったら残らへんけどね、それぐらいの生活はできるようになってきた、うん、だから神様はあっちゃんはこうやって、ね、お願いほんましたあかんねんけども、お願いを叶えてくる。本当に神様があるんやなって、これが神道やねんけどもね。でその中の神道の中には神、こっからが神道の話やねんけども、鳥があって、鳥の中は神域、神域の中は動物を連れて行っちゃダメ、厳かな気持ちで行かなあかん、よこしまなことはしちゃダメ、汚れを持って入っちゃダメ、いろんなことが言われてんねんけども、もちろん神様の領域、神道ではね、古神道、昔の神道から今の神道、いろんな神道があるんだけども、いろんな時代時代で神道が変わってきてんねんね。で時代時代で変わってきて、間違った教えが伝わってきてるところもある。もちろんわざとねじ曲げられてるところもあるんだけども、本当の神道っていうのは何かあったら、心から神様にお祈りをする、それが神道やと思う。で神に何をするのかって言ったら、日頃のこの良いことをお参りしてお願いして、お願いじゃない、お礼を言って、いつも見守ってくれてありがとうございます、それが本当に神様への言葉やと思うね。で、あ、言い忘れた。なんで神様がこうやって日本でこうやってやってるのか言ったら、まあそういう疫病とか出たり、あと天変地、地震があったり、雷があったり、火事があったり、噴火があったり、津波があったり、いろんなことがやっぱり日本起こってきた。それは誰がやったわけでもなく、自然ができた、自然になったこと。自然になったことは神の怒りやっていう考え方があったからね。だからそれを収めるために神に手を合わせた。だからそういう天変地異がなく平和な時代が続いてるから、いつも見守ってくれてありがとうございますって、いつも平穏な世の中にしてくれてありがとうございますよね。で、それでもし天変地異があって、疫病が流行ったり、天災が起こった時に、神様怒りを抑えてくださいって、私たち人類をお守りくださいって、っていうのが神様でね。で、それが今も続いてる。だからこの疫病、今のコロナウイルスが流行った時にもみんなコロナ、早期収束をお祈りした人いっぱいいてると思うねんね。すごいいいお参りやとあっちゃんは思うのよ、そういうお参りって。で、神様っていうのは万人のものであって、自分のものではない。だから万人を愛してる。だから万人受けするから来るなとは言わへんねん。だから、短パン T シャツでチャラい格好で行くなとか、スリッパで行くなとか言うけど、あっちゃんはいいんじゃないのかなって、行ってお参りする気持ちがあれば、ただ行って、これ神何これパーって唾吐いたりとか、そんなダメやで、そんな昔のヤンキーみたいな今時おらんけど、そうじゃなく神様のとこ行って手を合わす、心から手を合わす時に身なりなんて関係ないとあっちゃんは思うんだよね。そんなこと神は望んでないと思うね。そんなことよりも、汚れを持ち込む、どんだけいい身なりしとっても犬とか猫を持ち込む人の方があっちゃんはダメやと思うしね。動物を持ち込む神様っていうのは大体蛇神様、蛇の神様、狐の神様、カエルの神様、竜の神様、他何ある、獅子の神様、まあ、いろんな神様がいてる中でね、獣っていうのは敵対するのよ。獣は犬に蛇が噛み殺されたり、狐は犬に追われたりね、鳳凰なんか鳥やけど、鳥なんかでも犬に捕まえられたりする、猫に捕まえられたりする、ね、だから、獣を毛が嫌うのね。だから獣は汚れとされてるのに、それを平気で持ち込む人、全く神道分かってないなと。で神のところに行く時には、神様に会うっていうことで汚れを払うっていう意味で、水の中にザブンって使って、水でちゃんと汚れを洗って洗い流して神にお参りするっていうのが本来の姿だけど、まさかそれこの時代にできへんから、今は簡素化されてきて、手水者、手水者、どっちでもいいんだけど、手水者って言われてる手水を、手を流して口の汚れをペーするっていうことでお参りする、これすごい大事なことやと思うんだけどね。だからね、それを 清めてで神域に入っていく。で神様の前では、敬意を込めて2回お礼をして、来たよって2回パンパンして、自分の名前言わへんと誰かわからへんしね。でお礼を言って、でお願いして、お願いあんまりせんへん方がいいんだけど、でもう1回お礼してで帰る。でもちろん鳥居さんの手前は神域、属性、鳥居を越えたら神域だから、神域に入る前にお辞儀をする、入っていく。この帰ってきたら鳥居さんの音で神域にお辞儀をして、属性に戻ってきたよって意味やねんけど、それすらできてない人がいっぱいおったりね。
こう通路に神様がそこを通ってんねんから、神様の通り道は真ん中やのに、真ん中を歩く人、橋を歩かなかのに真ん中歩く、要は神様の息を開けないといけない、そういうね、古神道のことすら分かってない人が多い。それはもう持ってんのかやったりね。でお賽銭をするってのは今の時代やからお賽銭をする、簡素化してね。お賽銭自体は何のものでもない、ただの、紙切れであったり、ただの鉱物の塊、鉄とかの塊になってくるわけでね。そんなもの神様は本当は喜ばない。それは何かっていうと、神様を維持するために神社が運営する費用に使わせてもらってるわけで、本来神様にはお酒であったり塩であったり卵であったり、お米であったり、そういうものをお供えするのがほんまに神様のお供えやねんね。それでと、あと手を合わすっていうのが大事じゃないか。だから伊勢神宮、下宮内宮の、下宮豊受の大御神で、内宮は天照大御神様の本殿の前では、本殿正宮の前では、お賽銭をしちゃダメやねん。のにお賽銭をいっぱいすんねん。あれはめちゃくちゃ失礼なことやねんね。それすら分かってへん人がいっぱいある。でそれを、伊勢神宮の神官とかガードマンが見てても止めない。もうそれも間違えてることやしね。うん、だからなんでかって、伊勢神宮か、管理するのが大変なんよ。あれ20年に1回式年遷宮するけど、とんでもない金額かかるし、であれだけの施設って言うとおかしいけど、神社を維持するのってすごい金額かかんねんね。だから、お金は欲しいのよ。てはちゃんもそれはもう神道間違えてる、うん、だから本来天照大神様にはそこでは お願いもしちゃダメやね。お礼を言うだけでいいね。ほんで別宮って言って、天照大神様の別でお祭りされてる別宮っていうのがあるのよ。何やったっけな、名前忘れちゃった、ちょっと山の向こうかいなんだけど、そこはお賽銭してお願いしてもいいね、天照様に。そういうのはね、それすら分かってへん人がおったりするのね。そうやって、もう神道すら、伝えられてない。まあこれは、仕方ないことやと思うねんけどもね。ちゃんと勉強中がしっかりね、昔のことを調べないとわからない。なんでこうなっちゃったのかっていうとね、まずね、何回かに分けてこう変わってきてんねんけども、まず室町ぐらいまでは、鎌倉室町そのあたりまではちゃんとその神道は守られてきたんやけど、戦国時代になってきてね、戦乱の世の中でみんながね、戦闘にお金がかかって、お金がなくなったから伊勢神宮は廃神社になっちゃったね。誰も建て替えできへんかった。式年遷宮ってだいたい何億とかかか、何十億とかかかるね、今の時代で。だからその当時でもそれぐらいの金額かかってたわけ。それを、できんくなって、でなんでするかって言ったら、20年に1回建て替えんねん、横の敷地ね、こあっち行ってこっち行ってすんねんけど、なんでこれをするかって言ったら、まず宮大工さんの技術が落ちちゃう、教えへんかった。だからそのために教えるっていうのもあんねんけども、あれは基礎の上に木で立って、木で立てるか木が乗っかってる状態やねん。だから雨風で木は腐っちゃうねん。だからボロボロになって廃墟になってしまう。だから、式年遷宮して建て替えてんねんけど、それができんくなって、200年近くかな、式年遷宮ができへんかった時代があってね、金銭的なもので。でそれで、廃神社になってて、誰もお参りもできへん。もうだんだん錆びれていく。錆びれてきたらお参りもしなくなってくる。そういう神社になってたね。でそれを復活させたのが、みんなでね、疫病とか戦乱の世の中、早く平和な時代が来るようにって言って、ほんでお金持ちにお金出して言うてお願いして、お金を出してもらって、復元して、そのお金持ちは誰かって言ったらね、織田信長やったと思う、確か。織田信長が誰かに頼んでお金を出してもらって、伊勢神宮が復活して、そこからね、また20年に1回、やっぱお金がないからできへんかって、飛び飛びでやってきたらしいんだけどね。江戸に入って、で江戸時代、豊臣秀吉、徳川家康の時代はお金があるから、やっぱりそこはやっていこうということで、お金を出して、で式年遷宮やってきて、そこからまた式年遷宮がちゃんとできるようになってきたらしいねんけどもね。そうやって、一時期廃神社になった伊勢神宮、うん、でそこでまたね、その神道っていうのが忘れられてしまってるんよね。でまたね、買った人たちの都合の栄養に書き換えていく。式年遷宮ってすごい都合がよくってね、式年遷宮するときに木の裏に説明書とか書いといて立てていくね。だから次バラしたときに、その木の裏の説明見たら立て方とか分かるし、その20年前の時代に何やったのか全部残ってる。今でいう歴史書みたいなもんやねんけども、それを式年遷宮するときに嘘を残すことによって時代に歴史をねじ曲げることができるね。それをやったのが江戸時代やね。江戸時代にそういうことがされていて、最終それを一番ひどくしたのが幕末、
なんだ、幕末の、明治維新、明治維新の時に、天皇、要は伊勢神宮、神宮っていうのは、天皇が祀られる神社でね。で、なんで、あそこ、橿原神宮、なんとか神宮、いっぱいあるでしょ、明治神宮、まあいろいろけど、そこには、なんとか天皇、なんとか天皇が祀られてるのね。明治神宮はもう名前の通り明治天皇が祀られてたりするんだけどもね、その中で伊勢神宮は誰が祀られていましたか。天照大神様。天照大神様は誰かって言ったら、天照大神様の祖先、子孫が天皇家って言われてんでね。で、天照大神、要は神の血を引く家系が天皇って言われてんだけどもね。でそこでちょっとむにゃむ、ここの話、ここでは話でしにくい、でけへんねんけども、むにゃ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 があって、幕末の時にちょっとむにゃむにゃったってね、それを書き換えないといけない。だから、都合よく式年遷宮を20年ごとにするときにね、江戸末期ぐらいから、明治にかけての式年遷宮で歴史を全部葬り去ってしまった。新しい嘘の歴史に書き換えてしまった。それができたのが式年遷宮でね。だからそういうこともあって、式年遷宮でいろんな歴史が葬り去られてる。本当に、神の血を引くね、あの天皇さんの歴史を葬り去ってしまっちゃったね。まあいろいろそこはね、ちょっと今回、この話ではやめときましょう。まあこれはね、あの都市伝説って言われてる域に入るんでね、あんまりこれを表だって言うと動画がちょっと危ないんでね、だから今回そこのところは、あの話しておきましょう。まあ要は明治維新の時に、神道っていうのが完全におかしくなっちゃった。でその後、何十年、明治維新からやったら100年後ぐらいになるのかな、100年経たへんのかな、明治維新から今だいたい100ちょっとでしょう。で今から1948年ぐらい、 GHQ、第二次世界大戦が終わって敗戦した後、 GHQ は、国家神道、日本は国家が神道をやつって、もちろんだから、幕府、天皇とか幕府が神道を受け継いできて、明治維新でその神道をうまく自分たちの解釈に変えていくから、天皇家と、幕府はなくなった代わりに、国家、第1回目の総理大臣は誰ですか、元千円札伊藤博文のあたりぐらいから、明治維新のね、功労者って言われてる人たちが幕府じゃないわ、今の、国を作る、国づくり、国会を作ってくる、で国会、総理大臣とかの時代からこう変わってきた。でその国家で神道をやってくることによって、時間長いな、まあいいか、神道を信じる、神を信じる国、神に命を捧げるっていうのはかなり怖い国でね、神の、なんていうのかな、宗教戦争が起こるってよく言われてるんだけど、日本には宗教じゃなく神道があって、神道っていうのはね、何か神様の、お守りを持って、若いまだ10代20代の子がね、命を懸けて神風特攻隊するんだよね。そんな命がけでね、自分の命を投げ捨ててね、飛行機で船に体当たりする、そんな馬鹿げたことはできへん。それは神の力が恐るべし、日本人は神という恐るべきものを持ってるっていうことで、神道を潰せってなって、神道禁止令が出たね。それが、GHQ が神道をおかしくしてしまった。これはまた2回目の神道をおかしくしてた、ね、その、明治維新と第二次世界大戦の後で神道がおかしくなってきて、今の人間はほとんど神道の分からへん人かもね。だから国家と神道が切り離されたから、今国会議員が、靖国神社に参拝とかも全部ダメになってしまったね、外国から見たらね、だからそれは、まあ、あくまでも個人でやってる。そう、日本人個人で神様に手を合わすことはよかったけど、日本人が神様に手を合わすことはダメやったから、神社をことごとく潰していったね、 GHQ は。で残った神社もあるけどもね、それが今の神社だから、さびれた神社がこの世の中いっぱいね、秋神社、うちのね、伊勢神宮の一番最初にできた神社は秋神社って言われてるぐらい、すごい由緒正しい神社やのに、もう錆びれてしもうて、式年遷宮でけへん。もうあっちゃんちっちゃい時から同じとこに立ってるけどね、まあその頃の木っていうのはだいぶ防腐処理されてるから、多分強いんか分からへんけどもね、それぐらい、神社やねんね。そういう神社がこんなとこにあって、お正月行っても誰一人おりません、でそんな感じでね、神社がかなり錆びれてくる。ね、もちろんね、戦争時代にね、みんなが神社に行ってお参りしてきて神風に行く、そんなん外国人が見とったらさ、怖いわね。
だから神道を潰そうとしたみたいなんけどね。だからそこから神道がねじ曲がってきて、今の人間は神を信じるとか神道っていうのが忘れちゃって、初詣イコール屋台屋台楽しみに初詣行くとか、屋台行くおまけで初詣行くとか、着物を着て彼氏と楽しみたいから初詣、正月になったらとりあえず初詣っていうイベント行っときましょうみたいな、そんなノリになってるんじゃないのかな。そうじゃなく、本当に神様に手を合わせて去年のお礼を言う、今までのお礼を言う、そして自分の体を全て捧げるから、この世のを良くするために私を使ってくださいってお参りするのが本来の神道じゃないのかなとあっちゃんは思ってる。でここの年、それもあっちゃんもこの年になって初めて気づいて、今まで神社なんてバイクで横通っても行かへんしね、気にもならへんだし、でね、お父ちゃんたちと一緒にバイクでツーリングの時は神社とか周りしとってん。でその時あっちゃんはバイクで行く目的で行くからこそ行くけども、目的ないツーリングできへんから、その目的が神社であろうが遊園地であろうか関係なかったんよね。お父ちゃんがグルメやったら、美味しいもん食べにツーリング行ってたかも分からへん。お父ちゃんの年代のおっちゃん連中がね、西国何か所巡りのあっちゃんその頃スタンプラリーって呼んどってんけど御朱印帳集めをしとったね。だから御朱印帳集めにツーリングが組み込まれとってん。でだからそれがツーリングのついでに御朱印をしてたのか、御朱印のついでにツーリングをしたのか、あっちゃんは知りません。本来本当は御朱印をするのがメイン、そしてツーリングはおまけって思わないといけない。だからあっちゃんは、神社に参るときには神社にお参りしに行く、途中道中道の駅に寄ったり、そこでどっか遊びに寄ったり、おまけメインはお参りで、メインのお参りをするときにその地のものを食べる、地の何かを買う、これあっちゃんの中に決めてんだけども、その地のものを食べることによって地の人たちも潤う、それが素晴らしいことでね。神社あったら神社の周りに町がある、町が潤うために神社にお参りしたら町で食べる、それがあっちゃんそうやと思うね。そうすることによってその地のものも食べられるし、そこの名産品も食べられる、まあね、それをあっちゃんはしようと思ってんねんけどもね、なかなかそういうね、それがあっちゃんの粋な神社参りの仕方やと思うね。だからそういう感じに今年もやっていこうかなとか思ってんねんけどもね、まあそんな感じでね、ちょっと神道についてお話ししました。で神社に参る作法とかいうのもね、また今度、これはね動画を撮りたいねんけど、なかなか撮れんくってね、去年撮りたかったんけど結局できへんかってね、去年まあ最後の神社のところでね、それをやろうかなと思ってんけど結局できへんかって、要は尺で水を取って左手右手左手口で尺を立ててやねんけど、その前にあっちに忘れて左手も流してもいいけど、尺を立てて返す、それで手を拭かないっていう方から入って、鳥居さんの前でお辞儀で入って、お辞儀って一礼っていうんだけどね、一礼で神社の前でまずお賽銭をして、でパンパン二拍、二礼二拍でお参りで、住所、氏名、で、お礼、で、本当はここで、お礼して帰る、お辞儀して帰るんだけど、やっぱり、お願いしたいよね。だから、お礼言った後に、ちょっとしたこと、お願い。って感じでね。で、帰る。で、神社はいろんな神社の中にちっちゃい神社もあるけど、そんなもんできるだけ前を前にして、で、参道を帰ってきたら、そこの名物、何かを食べるっていうのがいいんじゃないのかなって、あっちゃん思うんでね。これからもそういうお参りの仕方をしていきたいなと思うんでね。また今度ね、その神社のお参りの仕方も動画撮りたいなと思うんで、なかなかね、撮れんくってね、またそれはカメラマンさんと一緒に行けるときに撮っていきたいなと思うんだけどね。それをするとね、あっちゃんの心からのお参りができんくなるんだよ。だから、要はお参りとは別で作法動画っていうのを撮った方がいいのかなと思ったりもするしね。お参りしてからもう一回時間撮って、もう一回そういう作法の動画を撮るっていうのもいいのかなと思ったりもするんだけどね。ちょっとそこ今年考えてやっていきたいなと思うんだけどね。だからそんな感じで、今年、神社についての動画っていうのは増えてくる。神社についてから神社を参拝する動画もやし、神社に行く動画っていうのが増えてくると思います。これ去年も多かったと思うんだけどね。で、今年神社に越えてお寺も行こうかなと思って。で、仏教もね、前回の動画でちょっと仏教どうかなって思ったけども、仏教はね、もともと人間が、修行をして、位が上がったっていうけど、同じ人間です。人間が死んで、
死んだ人に手を合わせるだけのことやったっちゃ思うからね。だからその死んだ人、もちろん死んだ人って言い方は悪いけど、もともとの人間、煩悩のある人間が神になることはないから、神じゃなく仏になったんやけどね。仏になったら、ね、仏っていうのはやっぱり徳を積んだことによって仏にはなれないけど、徳積んだ仏でもやっぱり邪念がある、煩悩をなくしてるはずやのに煩悩がある、それをやっぱり、でも煩悩があったのは生きてた時の言葉かな、ちょっとよくわからへんだけどね。まあでもだからって言ってバカにできるわけでもなく、お寺にもやっぱり素晴らしい仏教という教えがあるんでね、そこのところも今年はちょっと触れ合っていきたいなと思うんでね、まあ、いろんなそういう日本のいいところを紹介していきたいと思います。では。